どうもどうも、今回もイストワールをやっていくぞ。前回寝てる第二存在を思いっきりぶん殴って微妙なエンディングを迎えましたが、今回からはイストワール2周目になります。さすがにあれじゃ終われないわ。で、今回からは攻略サイトをガン見しながら進めていきますよ。我ながらよく1周目はガン見せずに進めたものだ。まあちょくちょく見ちゃってましたが。で、周回ボーナスはまず仲間変更可能。これ一択だろ絶対。控えメンバーのレベルだけが不安だったけど、主人公のレベルマイナス5まで引き上がるらしいし、コメントで教えてくれてありがとうね。攻略サイト見てもわからなかったんだ。先天能力を引き継ぐと調理回数も引き継げるとか、同調の像を増やして4人パーティーとか、その辺も魅力的ですが、私は仲間変更が大好きなんでな。いろんな仲間を使い分けるのがいて、仲間変更を取ると残り1ポイント、大結晶石1つか万能バールですが、まあ万能バールでしょうな。これで移動速度2倍ブーツの取得が早まる。移動速度2倍ブーツがないとこのゲームちょっとだけ辛い。偽らざる気持ちです。で、今回の集会では宝箱全回収の特典らしい栄光の証と、12悪魔将全員から盗むともらえるらしい超低剣アダマンティスを狙うぞ。で、先天能力はまあ嘘をつかずにいきます。今回は何になるのやら。そういえば最初から愛を名乗れるってボーナスがあったけど、それがないのにここで愛を名乗ろうとするとどうなるんだろう。あ、拒否られてしまった。仕方ないね。じゃあネームドキャラと同じ名前は通るのかしら。例えばレスター君とか。あー、通っちゃうんかい。いかん、それはそれでややこしくなる。リセット。危なかった。 FF7 でレッド13の名前をナナキにしておくと、ナナキ、またの名をナナキって言ってややこしいことになるみたいなやつ。あ、1周目と同じ質問になった。ランダムなんだこれ。じゃあ三日月で、これで1周目と同じく先制率 3% になったな。改めてどうも、花宮ネクです。よろしくな。攻略サイトだとレーベンって名前がついてたけど、デフォネームか何かなのかな。え、私が指揮官に？嫌です。嫌だっつってんだろん。殺される。じゃあやりますよ。レスター君に殺されるのもちょっと興味はあるが、まあいつでも見れるしいいや。じゃあ頑張って世界を救います。ウサギの呼び方、ジョナサンとかどうよ。あ、いや、ジョナサンというわけじゃ、まあいいか。っていうか、ここで猫の名前は長いからニャーニャーって呼んでるって言ってたんだな。FGO のフォー君が実はプライミッツマーダーだったぐらいすごい神明なのでは。そんなこんなでここからゲーム開始。まずは15分以内に図書院に向かって爆走するぞ。そういえば万能バールがあるんだから、最初から移動速度2倍になれるのでは。どれどれ。敏捷56以上ないと開けられない。そういえばそうだった。くっそー。じゃあ序盤はかなりストレスフルな冒険になるな。まあ仕方ないか。それじゃあ改めて15分以内に図書院に向かいますよ。それはなぜかというと、15分で図書院のとあるエリアが崩壊してしまうから。しかもそのエリアに行っておくと、資源泥アダマが後でもう一つ手に入るらしくてね。超低剣アダマンティスの入手にも関わっているとかなんとか。というわけで急ぐぞ。やべえ、そうだよ、ここでスケルトンを倒さないと進めないじゃん。勝てるかな。あ、やべえ、操作をミスって防御しちゃった。まあでも普通に勝てませんね。なんとかこいつを倒す手段を用意せねば。道中の宝箱を軽く調べましたが、
良さげなのが一つあったので向かうぞ。盾、タワーシールドを手に入れた。左手に盾、右手にバールがあればなんとか倒せるのでは。危なかった。先制攻撃でなければ負けていた。先制率プラス 3% に助けられたな。よし、ここで爆炎玉を2つ入手。これが欲しかったんや。もうレサに用はない。爆速で帰るぞ。食料庫の凍りついた扉を爆炎玉で無理やりに溶かす。これでソルグラント、大講堂、図書院というルートが開通しましたね。コボルトがすげえ速さでぶつかってきて、たまに殺されるのにイライラしながらも走る。大講堂まで行けるとかなり楽。豚はマップ上でも遅いし、敏捷も低いから逃走しやすいしね。はい、着いた。まだ道が残っております。自閉していない司書さんたちがいるかと思ったんだが、いなかったぜ。残念。で、ここにアダマが落ちてるんですよ。無造作に。しかし、主人公はそれを落としてしまう。おバカ。ここで落としておくと、後々にとある場所に現れるっていう。15分の崩壊に巻き込まれるのも、落として崩壊に巻き込むのも、変わらないと思うんですけどね。で、こっちの部屋は40分で崩壊する方の部屋でして、片手剣、桜葉を手に入れた。なかなかに強い片手剣。で、せっかくだし、部屋が崩壊する様子でも見てようかなと思って5分ほど待ったんですが、全然崩壊しないので、待つのに飽きて別のところに行っちゃいました。7分ぐらいで図書院に着けてたっぽいんですよね。思った以上に早かった。さて、今回こそ私は大魔法使いになるという覚悟を持っています。そのためにも初期レベルのままで精神力プラス MP プラスを取得するぜ。これでレベル50になる頃には最強存在になっているはず。その時を楽しみに待ちましょう。さて、次にやることはとても気が重いんですが、まずリリアちゃんに話しかけます。結構話が長いな。時期が悪かったかな。まあこれで1回話しかけたので好感度が1アップと。よし、累計50回話しかけるぞ。私は本当にこういう単純作業が苦手なので、すでに睡魔に襲われているが頑張るぞ。うわ、危ない。惰性で連打しまくってた。よくこらえたぞ私。ここでお腹が減ったって言うと海賊風怪しげな丸焼きをもらえるらしい。しかもねだれば29個までもらえるらしい。もらえるものならもらっておこうや。いや、一つを持ってくるまでが長いな。死んだ目でひたすらもらい続けるのであった。まあさっきと違って気兼ねなくボタン連打できるから気は楽だが、眠い。しゃあ、29個受け取ったぞ。これは貴重な資源です。ありがとうリリアちゃん。リリアちゃん、ここに海賊風怪しげな丸焼きってものがあるんだが、いくらなら買い取ってくれるかね。一つ250結晶。これはなかなか悪くないぞ。これで確実に2000結晶は確保できたな。おお、一番弟子こら。掘り出し物を丸焼き一つと2000結晶で売れ。しかし殺した方が楽だし得なのではという気持ちが拭えない。まあ生かしておいた時限定のアイテムとかもあるらしいんで生かしてやるが。とにもかくにも、これで銅鳥の像を一つゲットできました。次回からはいよいよ2周目の本格始動。すごい勢いで攻略していく。めっちゃ収録しなきゃいけないので、投稿が遅れたらすまんやで。
といったところで今回はこの辺でお疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。